こんばんは。昨年のジャニー喜多川氏の性加害騒動で社名変更を余儀なくされた旧ジャニーズ事務所、社名変更にあたって会見を開きましたが、その会見に藤島ジュリー景子氏は出席せず、井ノ原氏が手紙を代読。その中でジャニーズ事務所ではジャニーだけでなく母メリーも権力を握っていた。私が少しでも違う意見を言うと気が狂ったように怒り、叩き潰すことを平気でする人でしたと語りました。ジャニー喜多川氏の性加害について取材してきた元週刊文春のジャーナリスト中村龍太郎さんは、実体験として記事に対するクレームを言いたいと呼び出された際に5時間以上監禁されて、罵詈雑言、恫喝、脅迫めいたことを言われた。実の娘に対してもそうだったのかと得心しましたと話し、メディアコントロールも含めて経営面でのメリー氏の役割は大きかったと証言しました。ジャニーズを時に強引な手段をもってしても陰で支え続けた女帝メリー喜多川氏、彼女はジャニーズを政治的な面でもバックアップを受けるために夫となる藤島大輔氏に接近したと言われています。ここからは藤島大輔氏がどのような人物だったのか、ジャニーズ事務所にとってどのようなメリットをもたらしたのか解説していきたいと思います。藤島大輔さんは学習院大学政経学部を卒業しています。学習院時代は上皇陛下とご学友だったとのこと。上皇様より一つ学年が上だったそうですよ。卒業後は東京新聞に入社、在職中の1956年、23歳の時上皇陛下や学習院時代の学友を題材にした小説「孤独の人」で作家デビューしています。この小説は上皇様、当時は皇太子様が小説の登場人物のモデルとなっていることで、当時としては批判も浴びましたが大ヒット作ともなりました。文豪三島由紀夫が序文に「うますぎて心配なほど」とその才能を評価しています。東京新聞退社後は作家を本業とし、在日フランス人という設定のポール・ボネ名義で多数の本を執筆しています。藤島さんはポール・モネの正体が藤島大輔であることをずっと隠して執筆を続けていたそうで、ポール・ボネ、この外国人は誰と当時は騒がれていたのだそう。文筆家としても素晴らしい経歴をお持ちなんですね。現在藤島大輔さんの著作権利は娘のジュリーさんが継承しているとのことです。藤島大輔さんは日本中央競馬会 JRA の馬主でもありました。多数の馬を所有し、長者番付の常連で資産家としても有名だったのです。4億を稼ぐ競走馬も保有し、所有馬の中にはジャニーズ事務所のアイドルグループ光源氏から命名した光源氏という名前の馬も所有していたという興味深いエピソードもありました。普通の人では想像がつかないくらいの大富豪であったのではないでしょうか。大輔さんが亡くなった後は娘のジュリーさんが馬主資格を取得し、一部の競走馬の所有権を引き継いでいるのだそうです。そんな大富豪だった藤島大輔さんはジャニーズ創世記を作り上げた重要な人物だったと言われています。ジャニーズ事務所はもともとジャニー喜多川氏とメリー喜多川氏の師弟二人三脚で立ち上げて大きくしてきました。藤島大輔さんは上皇天皇のご学友、落選こそしていますが、1977年には第11回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で立候補しています。文学界のみならず政財界など多方面で強力なネットワークを持っていたのです。藤堂大輔さんの資金力や人脈がジャニーズ事務所の発展に多大な影響を与えることを狙ってメリー喜多川氏は藤島大輔さんに接近しました。しかし藤島さんには当時妻がいました。そのため不倫問題をマスコミに報じられたりもしています。メリー氏は確実に藤島氏を離婚させて自分と籍を入れるようにするため、行為の際避妊具を使わせないように徹底していたといいます。そんな中できた子供がジュリー景子氏です。ジュリー氏は不倫によってできた子供だったため、メリー氏は誰にも気づかれないようにアメリカに渡って極秘出産しました。生まれる前に藤島氏に妊娠がバレたら
無理にでも堕胎させられることが分かっていたからです。メリー氏は藤島さんに子供の認知は求めず、父親欄は空白のままで区役所に出生届を出しました。メリー氏は表向きには結婚は望んでいないと強調しており、藤島さんにも絶対に離婚しないでほしいと頼んでいましたが、藤島さんは長かった夫婦別居生活および不倫生活の末、1972年に前妻、智子、高浜虚子の孫娘と正式離婚。その後、メリー氏と再婚し、作家仲間の間ではおしどり夫婦として知られるようになりました。すべてメリー氏の筋書き通りにことが運んだわけです。こうして莫大な資金力に加えて、自民党とのつながり、統一教会とのつながりも手にしたジャニーズ事務所ですが、やがて完全無欠となったジャニーズ事務所に、藤島泰介さんは不必要な存在になってしまいます。藤島泰介さんは最初こそ進んで資金援助を行っていましたが、度を超えたメリー氏の金遣いに小言を言うようになっていました。またこれまで金と事務所のためだけに男性関係を築いていたメリー氏でしたが、藤島泰介さんとの結婚後に本当に愛すことのできる男性と出会います。それが近藤雅彦さんです。メリー氏は自宅とは別に近藤雅彦さんを呼ぶためだけにマンションを購入していたという話もあるほど、近藤雅彦さんを溺愛していました。これまで気に入らない記者だったり、自社のタレントに悪影響を及ぼしそうなタレントを暴力団を使って数多く排除してきたと言われているメリー氏とジャニー氏の二人ですが、藤島さんに関してはそういうわけにもいきませんでした。何しろ藤島さんには強力な政界とのつながりや、その他様々な要人のバックがあり、メリー氏に少しでも怪しい動きが見られれば、すぐにジャニーズ事務所ごと潰されかねなかったからです。ジャニーズを大きくした藤島さんはまさに、諸刃の剣の存在でした。そこでメリー氏が考えたのが、慢性的被曝により、藤島さんの寿命を削るというもの。ここからはあくまで噂話になりますが、メリー氏は藤島さんの食事に放射性物質を微量入れていたと言われていました。藤島さんはメリー氏の思惑通り1996年にがんの告知を受けますが、担当した医師が匿名で、藤島さんの髪の毛が一般的には考えられない期間で抜け落ちていたことを報告しています。また藤島さんは1日に水を5リットル以上飲んでいたと知られており、どうしてそんなに喉が渇くのか周囲の人は疑問に感じていたという話もあります。実は髪の毛が抜けることと喉が異常に渇くというのは、どちらも被爆した人間に見られる症状。メリー氏はじわじわと藤島さんを殺害していたということになります。96年末に食道がんになった藤島さんは懸命な治療も虚しく、半年後の1997年6月、帰らぬ人となりました。もちろん検視等にはかけられていないため、真相のほどは神のみぞ知るところですが、メリー氏がジャニーズ事務所のためにかなり強引な手段を用いていたことは、疑いようのない事実です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。